ER9 型はソ連運輸通信省が1961年から導入した交流電車である。1950年代のシベリア鉄道の電化以降、経済的な理由でソ連各地の鉄道路線の電化は交流電化によって進められることとなった。そこで1957年、最初の交流電車として ER7 型電車が製造されたものの、装備していた イグナイトロン型水源整流機の故障が高速運転時に相次いだため、1961年以降シリコン、整流機への交換が実施された。この結果をもとに一部の仕様変更を行った上で開発されたのが ER9K 交流電車である。1961年に2両編成の試作車が製造され試験運転が行われた後、 よ九1962年から1996年まで長期にわたって量産が行われた。車体は直流電化区間用の ER1 型や ER2 型と同型だが、変圧器やシリコン製粒器、平滑リアクトルを車内もしくは車体下部に設置するため、電動車の応量の強化が行われているほか、屋根上にはメインスイッチや高圧線ケーブルが設置されているなどの相違点がある。 なお、最初に製造された試作車ではこれらの機器の故障が多々、見られたが、試験を重ねる中でそれらの諸問題は解決し、量産決定に至った。1961年に二両編成の試作車が作られた後、翌1962年から1964年にかけて量産車の製造が行われた。最初に製造された編成は、高床式プラットフォームのみに対応した。 ER1 型と同型の車体だったが ER9 から02以降は低床式プラットフォームにも対応した ER2 型と同型車体に改められた。また初期に製造された車両はシリコン整流機が車体内部に設置されていたことで電動車の定員が ER1 系 ER2 型よりも少なかったが1963年に 製造された試作車である ER9 から34編成を経て ER9 から48編成以降は整流機が床下に移設され同時に変圧機、平滑リアクトルなどと換気システムが一体化された ER9K の登場によりそれまでモスクワ、レニングラード、ゴーリキーなどに限られていたエレクトリー地下の運用が急速に拡大した 1964年から1975年にかけて製造された形式。ER9 から48編成以降と同様に、車内に設置されていた清流器を床下に設置することで、定員数が増加したほか、電気機器の冷却機能にも改良が加えられた。増備中にもいくつかの設計変更が行われ、当初製造された車両は、台車の枕羽に板羽を用いていたが、 1966年に製造された e r q p 1 2 6編成以降はオイルダンパーを搭載したコイルバネに変更されたほか1974年製の e r q p 3 4 5編成以降は ER2 型に合わせて前面が中央部が突出した2枚窓の角形形状となったまた1970年に製造された ER9 から101編成は改正ブレーキの試験車両に用いられ、その結果は後にブルガリア向けに製造された電車に用いられた。1976年から1982年にかけて製造された形式。基本的な構造は ER9P 型と同様だが屋根状の高圧線のレイアウトが改善され、ER9P 型で相次いだ故障現象が図られた他、 ダイオードの数の削減や整流器の小型化などの改良も加えられた。1981年から1987年にかけて製造された形式。e r q p 型、e r q m 型で故障が相次いだ、整流器が信頼性の高いブップマイナス5系シリコン整流器に変更されたほか、電気機器の冷却システムにも改良が加えられた。 1987年から製造が行われた改正ブレーキを備えた形式。それに伴い屋根上に抵抗器が設置されたほか、原則比が3.17から3.41に変更された。最初に製造された編成は当初 ER9E-666 編成として登場し、後に ER9ET-666 として編入された。 また1991年以降に製造された車両は電気機器が EDQT 型電車と統一され出力が増加したことにより形式名が ERQTM 型に変更された。リガー車両製作工場で製造された車両は1996年10月に完成した ERQTM-801 編成が最後となったが それ以降もウクライナ・キエフのエレクトロバゴン、修理工場で、リガ車両製作工場から供給された車体をもとに2001年、2003年に、一編成ずつ製造が行われている。なお、これ以降の旧ソ連諸国向けの交流電車の製造は、デミホボ機械製造工場製の ED 9型へ、受け継がれている。ソビエト連邦の崩壊後、ロシア鉄道所有となった。 ER9K のうち1980年代初頭までに製造され老朽化が進んだ一部の形式についてはロシアやラトビア、カザフスタンの工場で前面部分や窓枠、機器の交換などのリニューアル工事が行われている。そのうちロシアのクラスのヤルスク電気車両修理工場で更新が行われた車両は形式名に K が付けられた一方、 ラトビアのダウガフピルス機関車修理工場で更新が行われた車両は e m q 型に形式名が変更されている。また、カザフスタンで更新工事が行われた e r q m 型は e r q m r 型と形式が改められている。東シベリア鉄道支社で用いられる1、H 型鉄道支社長専用列車をはじめ、ロシア鉄道では e r q 型を元にした。 事業用車両が多数導入されている。ありがとうございます。